私はアキハトリム。怪異が表面張力ってるこの街の謎を解き明かすべく、超常現象解明部、通称チョジョ現を立ち上げた。調査は順調だけど、相変わらず友達は。ん？噂には聞いていたけど、大阪のおばちゃんって本当にヒョウ柄の服を着るのか。にしてもこんなに連続ですれ違うものか？もしかしてこれ、超常現象？トリムちゃん？彼女たちは同じクラスの花咲さん、影行さん、志山さん、ぼっちの私に話しかけてくれる稀有極まりない存在だが、今会うのは気まずいな。うちらご飯食べに行く途中でさ、いや歩いとったら偶然トリムちゃん見かけたもんやから、 SDGs の観点からも声かけとかなもったいないかな思って。それ取り組み方間違えてんねん。ほんでもったいないモチベーションで声かける何気に失礼やから。トリムちゃんは何してたん？私はそのイヤホンだね。トリムちゃん、トリムちゃん、ん？え？緊張せんでええから、私らクラスメイトやろ。はい、私はそのヒョウ柄のおばちゃん見てたやろ。鋭い。実はそのおばちゃんの研究を。おばちゃんの研究？いや、そのあの変なあれじゃなくて、そのヒョウ柄のおばちゃんが多いのは超常現象なのかなって。超常現象？だっておかしくないですか？動物園でもあんなにいませんよ。変かな。別に日常に溶け込んだ風景やけど。あれが日常に溶け込んでんのもおかしいけど、あれを超常現象とみなすも変やし、一回泳がせたけど、おばちゃんの研究ってワードがいっちゃん変やからな。じゃあ超常現象じゃないとすると、あ、そうか、絶滅危惧種であるヒョウの数を代わりに増やそうってこと。そんな大志を抱いた集団ではないから、ヒョウもなんかすいませんって逆に恐縮するから。じゃないとすると、あ、ヒョウ柄は確か保護色、世間から身を隠すべくあれを着ているということ。あれはジャングルの保護色であって、このコンクリートジャングルでは派手目立ち戦闘服なんよ。待って、もしあれヒョウ柄を着た人間じゃなくて囚人なのか。突然変異か、はたまた行き過ぎた科学の暴走か。これは陰謀だ。私のツッコミをいなして次々に妄想世界に吹けるんやめてくれへんか。こうでも考えないと説明つかないでしょ。どう考えたらそれで説明つくと思ったんや。トリムちゃん、一回落ち着こうか。すいません、私学校の人と話すのその久しぶりで。トリムちゃん、うちのツッコミを引き出すなんて、あんたなかなかやりやないか。え、まあそのなんや、いつも一人でおるみたいやけど、うちらでよかったらいつでも話し相手になる。ちょっと待ってください。ん？どうしたん？あれ、ヒョウじゃない。ジャガーだ！ジャガー？黒い輪っかがヒョウ柄で、輪っかの中に点があるのがジャガー柄なんです！ちょっとごめんな。知らんがな！何、うちの好感度爆上げ友情ムーブを台無しにしてくれてんねん！すいません。罰として1週間以内にメスヒョウの鳴き声完コピな。いや、罰がトリッキーすぎるて。オスヒョウで勘弁してくれませんか？いや、オスはできんのかい？そうや、ご飯食べたら動物園行かん？今やったら手のひらサイズのゾウとキリンが見れるらしいで。それ大丈夫なんか？何してんの？ほら行くで。はい。